ベイタカム SX とは SDTV 向けのデジタル記録 VTR に関する規格の一つ。主に放送用、映像制作用に用いられる。ベイカム SX と略される。1996年にソニーが開発したものでデジタルコンポーネント映像信号信号を MPEG-2 でフレーム内圧縮した上で記録している。ビデオカセットのサイズは ベイタカムと同じだが、黄色のシェルで識別できる。ベイタカム SP のテープを利用して、ベイタカム SX の記録も可能であるが、特性の保証はない。8ビット量子化の MPEG 圧縮のためベイタカムより、やや画質は劣るものの、最大180分の長時間録画が可能である。また一部機種では、スカジー接続による、ハードディスクドライブ内蔵の機材も存在し、 テープレスでの記録再生や機材単独での編集が可能である。報道などで迅速に編集するのに便利なため、一部キー局やソニーから資本参加を受けているつぼねの一部部門には普及したが、全国的にはあまり普及しているとは言えない。現在も報道のイングリッシュや CS 放送の番組創出等に使われている。また、 ベイタカム、ベイタカム SP フォーマットテープ再生機材の代用や番組内素材出し機材として使われている。しかし様々な理由で導入はしたものの、開発元のサポート体制が必ずしも十分とは言えず、特定の機種で一部のリモコン機器との親和性が悪く、番組内素材を手動で入れると MPEG シーケンスが狂い、再生スタート時にブロックノイズ静止画像になってしまう。 現象が頻発していた。本来の利点を十分活かしきれないままに使われないままになっているつぼねが多くアーカイブ用途に転用されつつある。2000年には本フォーマットを完了した m p e g i m x も発売された。またノンリニア編集が一般の放送局制作プロダクションに普及する以前の1996年という 時期に、使用策定及び発売されたものであり、現実の各種ノンリニアシステムとの親和性が良くなく、また画質についても、簡単に見た程度では、十分に綺麗でも、いざ複雑な映像の動画になると、MPEG 特有のノイズが発生するなど、ベイタカム SP に比べた場合にも、利点よりも欠点が目につきやすい仕様であることと、新規導入するには、 システム全体の更新が必要となる仕様であること、企画として SD しか存在せず、価格も性能に対比すると効果であること、などから2006年時点では、ほとんど新規導入されることのない企画である。しかし、このフォーマット開発の経験が、後のハドカム、フォーマット開発に生かされたのは疑う余地もない。また想定される顧客が、すでにボクプロを導入していることの多いテレビ局や、 制作プロダクションの報道関連部門と考えられており、画質やコスト面では、ディボクプロと競合する。画質については、主観が入る部分があるので明言は避けなければ、ならないが、一般に、ベータカム SX で採用されている、MPEG プロファイルの映像とディボクプロコーデックの映像では、営業努力もあり、後者の方が支持を得ている。ありがとうございます。